虹色保育チャンネル。皆さんこんにちは、フォーサイト保育士講座講師の川本です。前回はですね、保育士資格や保育士試験についてお話をさせていただいたんですが、今回はその後編になっております。ぜひご覧ください。どうぞ。筆記試験なんですけど、9科目ありますが、例えば保育原理であったりとか、まあ、子どもの保険とかですね、そういった子どもに関係するような科目もあれば、例えば社会福祉とかですね、子どもに直接は関係のないような内容が主に出題されるような科目もあるので、結構幅広い分野を勉強していくことになると思います。実技試験は、音楽と造形と言語っていうこの3つに分かれてるんですけど、音楽はですね、決められた課題曲をピアノで弾くか、まあ、ギターとかアコーディオンで弾いてもいいんですけど、まあ、その楽器を弾きながら、その歌を歌うっていうような、まあ、弾き語りですね。そういった分野が一つ音楽としてあります。そしてもう一つは造形っていうのがあるんですけど、造形はですね、例えば保育の一風景をこの絵でですね表して、そしてその、まあ、絵を描くっていう、そういった科目もあります。あともう一つはですね、言語になるんですけど、この言語はですね、あるお話をテーマに、子どもたちに話をしている想定で、試験官の前で実際にそのお話について話をするんですね。例えば、まあ、桃太郎とかですね、3匹の小豚とか、そういった昔話を、実際に暗記して、試験官の前でこう話していくっていうテストもあります。その、まあ、合計で、まあ、3つの、科目があるんですけど、その中で2つを選択していくっていうのが実技試験になります。保育士資格なんですけど、保育所でしかこの資格使えないんじゃないかなって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、実はそうではなくて、保育所以外でもですね、例えば、児童養護施設であったりとか、ベビーシッターとかですね、こういった分野でも保育士資格を持った方が活躍をされていらっしゃるんですね。英語が得意だから、英語でコミュニケーション取れるような仕事がしたいっていう方の場合はですね、最近英語教育に力を入れてる、保育所であったりとか保育施設結構増えてるので、そういった場所で働くというような、道も開かれてくるんじゃないかなっていうふうに思います。実際私が働いてたところが結構異色のところで、まあ、英語で、保育をするっていう保育施設で、まあ、俗に言うインターナショナルスクールだったんですが、そういったところでも働けるような道が開けるんじゃないかなっていうふうに思います。今回は保育士資格であったりとか保育士試験についてお話をさせていただいたんですが、保育士試験ですね、9科目もあるんだっていうふうに聞いて、皆さんもびっくりして大変だろうなっていうふうに思われたかもしれないんですけど、私自身もですね、結構大変だなっていうふうに最初印象を受けたんですが、大事なところをですねしっかり押さえて、そこをしっかり自分の身につけていくことで必ず合格はできるので、ぜひともですね、保育士資格の取得を考えていらっしゃる方は挑戦していただきたいなっていうふうに思っております。今回はですね、保育士資格についてお話をしてきたんですが、次回からはですね、私の体験談ですね、保育士資格を取得するまで自分がどういった経験をしてきたのか、どういうふうに勉強してきたのかというような体験談についてお話をしていきたいと思います。できるだけ赤裸々に語っていきたいなっていうふうに思うので、まあ、ちょっと恥ずかしいところはあるんですが、ためになることをですねお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひとも、楽しみにしていっていただきたいと思います。ありがとうございました。じゃあまたねー。